お金ないんですよ。あのまあ一桁ぐらい給与、もう6万とか手取り6万ぐらいですよ。そんな低い。もう何をできるのと、何もできないと。でそれで当時付き合ってた子にもやっぱお金でやっぱ振られるんですよね。お金がないやつの問題でみたいな感じで、そうって言われたことあるんですよ、僕振られた理由が。職業イケメンのキャッチフレーズで知られるエアーグループ、ホスト業界の一大勢力であるこのグループにおいて最も勢いに乗るホストクラブエルフ。エルフで支配人を務め、月間売上1800万円という輝かしい実績を持つ白とタイガに密着した。HostTV.com。 エルフ、支配人、白とタイガ、彼はどんな学生時代を過ごしてきたのか。いい子っているじゃないですか、その勉強してみたいな、はい、がちょっとチャラくせえって思う、中二病みたいな感じですよね。でも高校はちゃんと卒業したんですよ、ちゃんと頑張って、はい、はい。やっぱでも片親だったんで、あの高校は絶対行けと、はい、退学とかあったんで、そうですね、はいはいはい、ちゃんと目をつけられないようにギリギリで頑張ってました。すぐホストではないですか。そうですね、僕美容師やってたんですよ。あ、そうなんですか、はい。へー。まあでも高校卒業してその通信のやつを通いながら働くみたいな。ああ、あります。それを僕秋田にいるのが本当に嫌だったんで、はい、やっぱ田舎じゃないですか、はい、東京意欲がめちゃくちゃあったんで、なんか都会の、はい、なのに埼玉っていう、埼玉あのはいはい、チキンですねはい、商業高校だったんですけど、内申点多分絶対悪かったんですよ、うん、受かるところないよと、ぶっちゃけたなし、だからもう美容師やりなっていう風な感じで言われて、先生の下に言われて美容師受けてたんで、はい、なりたかったわけじゃない。でももちろんなりたくないですよ、だから今ホストやってるんですよ自らの意思で美容師になったわけではないという白とタイガは、美容師人生に終止符を打つ。やっぱ過酷なんで、はい、多分本当に美容師になりたいと思わないと多分続かないですよ。で僕も本当になりたいわけでもなかったし、それしかなかったんで、やるのがやる気なくなってくるじゃないですか、はい、で美容師ってやっぱ練習とかあるんで、サボることぐらいしか考えてなかったんですよ、はい、この練習をどれぐらいサボれるかみたいな。23ぐらいまでやってたんですよね。でも18から始めて5年くらいぐらい、はい、でもやめるなって言われてたんで親に、うーん、はい、もうそれも守ったんですよ、ちゃんと。ほんでお金ないじゃないですか、はい、お金ないんですよ。あのまあ一桁ぐらい給与、手取り6万ぐらいですよ。そんな低い。もう何をできるのと、何もできないと。でそれで当時付き合ってた子にもやっぱお金でやっぱ振られるんですよね。お金がないやつの問題でみたいな感じで、そうって言われたことあるんですよ、僕振られた理由が。ほんでで実家帰るじゃないですか、正月とか、はい、未だにこうお年玉くれたりするんですよ、うん、なんか情けないなと、正直お金ない自分が、はい、ででもこのまま行ったら多分絶対に成功することもないなって思ったんで、美容師やっててもこんな感じで。美容師を退職後、彼は芸能事務所に所属し活動していたという。俳優になりたかったんで、うん、スカウトされたんで、はい、原宿歩いてたら、でそこで入ったんですけど、はい、やっぱ芸能界もそんな甘くないじゃないですか、はい、でやっぱもっとお金なくなるわけですよ、あの美容師時代よりも。あレッスン代はもうかかんなかったんですけど、それすごいですね、はい、だからできたんですけど、地下アイドルやれって言われたんですよ最初。へえ。その拘束期間が1ヶ月25日間拘束されるんですよ。だからバイトできないんですよね。ああそうです。そうそう、だから生きるお金がないわけですよね。僕その時24歳だったんで、はいはい、まあ、他のメンバーの子たちは家から通ってたりとかしてたんで、そういうことはできたんですけど、あもうダメだと思って、
ホストっていうの最初はこうなんで行かなかったかっていうとやっぱすごいなんか怖いイメージもあったし、はい、ゆうせいさんのあのバズった TV あるじゃないですか、はい、ホスト TV で、うん、僕もあれを見て入った人ですね。ジャニーズっぽいじゃないですか、ゆうせいさんって。そうですね、かっこいい男の子好きだったんで、うん、こんな人もホストやってるんだってなってホストの印象が変わったっすね。ちょっとやってみようかなって、これしかないなと思ったっすね。だからもう僕がもう人生一発逆転できるんだったらっていう、はい、でもこのままいったら絶対ホームレスだと思ってたんで。カリスマホスト優勢に憧れホストの世界に飛び込んだハクとタイガ、しかし現実は甘くなかった。うまくはいかないですね。やっぱホストやれば稼げるみたいな、誰でも稼げるみたいなやつを信じてた側だったんで、50、100いけんのかなとか思ってたんですけど、やっぱ甘くないし、芸能界で一回分かったんで、その芸能界もキラキラしてるじゃないですか最初は。でみんな面接の時に言ってくれるんですよ、絶対成功するよとか、ああ出たと思ってたんで、はい、でも僕もう崖っぷちだったんで、はい、もう人生の、うん、もうだってその時も始めたの24歳なんで、はい、でもぶっちゃけなし、もう一般企業だって僕のことを正社員に取ってくれるわけないんですよ、ぶっちゃけ。そんな甘くないんで、で取ってくれたとしても給料知れてると思うんで、はい、だからもう人生賭けに来てたんで、まあそんな厳しかったっすけど耐えれたっすね。その下積みエピソードの中で一番きつかったことって何ですか、はい、これ使えるっすか。一番でもきつかったのはやっぱ僕負けず嫌いだったんで、うん、自分よりもそんな変わってねえ、ただ歴が上だけな先輩にいちいちこう指図されるのはめっちゃ悔しかったんで、でも逆にそれが何クソってなるタイプだったんで、はいはい、だからまあ役職にこだわったっすですし、はい、まあ、今思ったらいい環境でしたね。1ヶ月目の時0組0万だったんですよ。で3ヶ月目でやっとその新人賞みたいなやつギリ達成できたっていうやつですかね。賞金30だった、今でも覚えてますね、賞金30ですね。だから賞金30ってことはまあ総利50万ですね。もう僕後がなかったんで、もう早く売れないとっていうやつだったんで、結構お金ないなりに動いてた自信はありますね。次回、彼が経験した衝撃の過去とは。皆さん、はじめまして、クラブエルフの社長のルカワカエルと申します。代表のロゼです。支配人のハクトタイガです。現在、クラブエルフでは従業員を大募集しております。職業イケメンで有名なエアグループの新店舗としてオープンさせていただきました。勢いに乗っているこの店で僕たちと人生を変えませんか。未経験の方でも基礎から手取り足取り僕らが教えます。経験者の方はさらに知名度、売り上げ上げれるような仕組みや広告をしっかり準備してますんで、僕たちに任せてください。気軽にお問い合わせください。連絡待ってます。待ってるよ。待ってるぜ。イエイ。待ってるぜ。